살짝 아름답게 불타는 숲. 불타는데 아름다워도 되는 건가? 난데다. 다때 바레카나와 아카네상가 신지대다 교단자 네노가요. 소리가 난데 아카네상을 捕まえようと 쓴다. 센센슈 쿠라이니 보안 카메라에 撮られた 뭔다. 뭐가 찍혀있길래? 바레카나노 요구시설에 そうみたいね。ここ、アカネさんのいた施設だよ。見ろ、カズカ。俺が大道寺一派に持たされていたのは、その写真の一部だ。にゃん。本当だ。おい、この、アカネさんの連れてる子は？その子こそが、ブライスの本当のお目当てだ。저아이가？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。ブライスの자식인가？だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。あ、処理할거야？おも。始末するだ。こんな小さい子。ラニって言ったら、こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。병원은좀데리고가주지그래도。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃から。すでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。出たなね。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。やつは当時からあの見た目だった。30年前で？なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。不思議だ。本当なら、とんだ怪物だ。当時の私は、アメリカ本土への進出という野望があった。その手始めに、ここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける、新たな中華系マフィアの王となった。잘했었네。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。うん。オーナー。ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。처음부터눈밖에났나？その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。家族인가？ダンボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。
私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな、それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ누구라도굴복할수밖에없네。当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。그런데도저렇게됐네。だがさっきの黒服か。お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。本当ちょっと불쌍해보인다。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。おりにで。ああ。ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。어떻게하길래저렇게신애가되는거야。お前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だが、ね、ブライスから直接命令が下ることなんてめったにない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性。アカネはこれをどうやって。その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから、私たちは従わざるを得ないのだ。はあ？ドワイトのやつ、そんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。ドワイトが숨긴건가？オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。やつの必死の嘘に、お前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎、意外と役者じゃねえか。それで、めったにねえブライスからの命令だが、やつにとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人が訳も分からず子供一人を追いかけ回してますってか。ウォンとアイと살려야지。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。うん、ケンゴヤ、キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。어과거해상その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねと。
100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もバレカナにさらわれてる。このままにはしない。빨리가야지그러니까みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。자꾸보니까반갑다。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって痛えだろう。もう出てきちゃえよ、楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカナの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。ああ、オーナーにとって小物すぎるし、相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス、そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。ウォントを差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。ヤマイヌちょっと規模が작구나。勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。おも、설마불지르는거야?뭔가静かになってない?諦めてくれた?いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ?まさか。쓰레기들이구나?불을지르다니.どうだ、これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。くそ、ああ寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ、キルさん。얘기를들을게아니라진작도망을갔어야지. 이성애, 기로태가 하야해. 요갔다. 거기나라 히토이키. 오라, 이타잖아. 야르시카나사소다.こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんなよちいちゃん、大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ本気出さないといよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。うちのメタルは。さあ、行きますか。こっちゃん。空気속에서なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいな。なぜ그동안レベルアップ많이했다고。うまく使えるかもしれねえ。熱い。火に囲まれちゃったみたいな。近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。
てやる。どうしたの？私たち見てても無理だ。俺の番か。いけるか。おおよ。この拳受けてみやる。よし。あ、なんか遅い。足りねえんだ、こんなもんじゃよ。さすが。ぶちかま。どんこも乗せてます。ガツンと行くぜ。カツつかめたんじゃねえか。吸収が早いのよね。悪くない気分。あーくそ、落ちて寒いな。왜이렇게추워요？나도추운거같다。大丈夫っすか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。キリュウちゃん、パムリング。なら、本当はここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしていのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。乗れ。殴ってる場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、一つ。はい。道島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、茜さんたちを誰が守る。ちとせ、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。じゃあ、ノインデラグ。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。うわ、ナムエン。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように、うん、そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。エリアン事情。え、うん、だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。
彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが、彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ、桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら、一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。かやち。お前はそう言うだろうけどよ。俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花尾さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を上るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。다들앞담화가심하네。なあ、그래도뭔가해야지。뭘할수있을까？있는곳은알았지만。네。맞아。いいや。キルちゃんが反応をやってるんで。なるほど。なあ。저포즈를되게좋아하네。그러게。저건의문이구만。응。아。모시모시。모시모시가승아。요오르다오래오래。아아다치상가アロハってか。今どこにいると思う。そんな。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。ハワイ呼んごや。お前今どこにいるんだ、カスガ。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。심심했나하와이까지오고空港って하와이の어여오래모이루세이지방타이오레르신유남바산다나난다요도우나뜬다오레라모시것도나쁘게힘하시다로나가라하츠카이가이래고마뜨르데아로오마요다스케니키데얏다때와게라아리가데早速二人の助けがいるんだ。お急ぎでな。そう来なくっちゃな。おみくんじくんじれんだば。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。관광은1도못하겠구만。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。갑시다。옛동료를만나라。How's it, my man? Hey, where you headed?
Maybe an apple. Roger that. Beat her in a hot. Where are you, my comrades? Yo, Ichiba. Oh, Senda-shima. Namba, Adachi-san. 옷이 다르네. How are you? 本当に 来て くれたんだな. なんかすげえ久々に会った気がするぜ。 おいおい、 そんなに時間経ってねえぞ。 どんだけいろいろあったんだ。 군덕궁섬에 있었지? そちらのお二人さんは? お? あ、 紹介するよ。 ちえちゃんに トミーだ。 どう? ハワイのギャングとやり合ってるうちに 仲間になってよ。 どうも。 どうも。 なるほど。 君らがハワイの新パーティーってわけか。 しかしギャングだなんだってお前。 なんでおふくろさんに会いに来ただけで そんなことになるのかね。 그러니까。 話すと長くなるんだけど。 どっから話す? 俺の居立ちから行くか? なあ、それはちょいと長くなりそうだから。 また今度な。 あ、そう。 キリュウ様、敵に捕まっちまってたよ。 何? ちょっと状況を説明させてくれ。 너무 길다, 상황. ごめんなさいね、 着いて早々に。 何? こいつに振り回されるのには慣れてるんだ。 なあ? もう、さっきも言ったけど、 俺たちは暇だからよ。 春日の頼みだ。 いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。 なあ? 俺の仲間は最高だろ? <笑>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  本当ね。 원래 동료가 최고지? よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気を入れてこぜ。おいよ。よっしゃ。 멋진 샷。 なるほどな。 で? その病ってヤクザが仕切ってんのが、ナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかね。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。관광모텔。キリュウさん助け出したら、ゆっくり案内するよ。行こうぜ。病の根城に正面突破だ。 大した作戦だ。だが、これそっちゃな。嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ。ならキリュウさんが心配だ。もたもたしてんなよ、一番。置いてくぞ。ああ。行こう。頼りにしてるぜ、みんな。 시차 적응도 못하고. 패거리가 늘었어. 아, 한 명은 대기해야 돼. 가볼까나. 달린 식구가 많아졌어. 응? 좀 으스스한데. 여행 오면 저런 곳은 지나면 안 되지? 난ていうか 민도는 低そうな 場所だな. 오샤레 스포트じゃねえことは確かだ. 하와이의 夜の 미스와 ここに 集約されてて 야마이たちが 幅利かせてる. そのせいもあって 日本人も 多いんだ. 야마이たちの 話は どこに 行けば 聞ける? 少し 歩き回ってりゃ 向こうから 出向いてくるよ. 特に 俺は 無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫トミー。ペシンジャー。なんだか浮かない顔してるみたい。嘘っち。まあな。だが今は俺よりキリュウさんの心配が先だ。一番この先にタトゥーショップがある。そこの彫り師のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。おお。ってことは? 何か知ってることがありゃ、病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。わかった。ママちゃん。
가볼까요ちょっと何あっそっよっしゃ왕년의문맥また距離が縮まったな중간중간할일이너무많아오포스보소いらっしゃいどうもちょっと聞きたいことがあるんですいいですか客じゃないってことかいすいません俺です富澤かよく堂々と顔出せたもんだねまた病に焼き入れられるよそうなんだけどさ知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだおばちゃんなんか聞いてませんさあねヤクザに関わって得なんてありゃしないどんなことでもいいんです病に捕まったのは俺の恩人なんですその人病気で早く助けねえと悪いけどもう言ってくれるかい病んとこのが来てるよおおパロワンねまさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたなしかも古き良き時代の極道って感じだ좋아요근데ありがとうございますあとはあいつらと話してみますそうして感謝인사는한다他人様の島で世間話したええ度胸しとるの踊れら끈덕진ヤクザえらくしみるなハワイで聞くヤクザの広島弁はあだちちゃん왜좋아하는거야日本でもこんなのめっきり見ねえよ日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはねそう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ余裕かましてて大丈夫キリュウさんを返してもらうぜあの人はどうだいなめた口聞きやがってこのアホンだら응가의지양복お嬢せえ형돈양복すぐに返すさあ返すよしやるか調子がいいぜ직장의테니스복예쁘지새로운직업이라고ぶちかまっ全力でかまっせ알차게써먹는다레이저次行こう次も成長じゃねえかまた成長しちゃった吸収が早いのよね시장예뻐威勢が良かったな口だけだったなあんたやれやれアホ抜かせもう옛날영화에서저런거많이봤어まだまだやれるでちょっとサングラス桐生さんがどこにいるか聞かせろこれ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ쫄았죠오라하얗게오타가이ここは笑顔で別れようぜあの男のれシアタービルぜシアタービルシアタービル知ってるそれならあそこのビルだパラピねもともと劇場だった建物だあそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ怖くやんね確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ当然病がいるだろうし手下でごった返してるんだろうななあでも行くぜ가야지トミー桐生さんがいるとしたらこのビルのどこだ지하실ああそれなら多分最上階かな病の腹心だけが出入りできるフロアだ俺も数えるくらいしか入ったことがねおめえらは病ってのには会ったことがあるんだよなどういうやつなんだホテル行こ있습니다杖ってのはもちろんあるんだけどよ何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだああいう
面の中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな。要注意人物ってわけだ。난자꾸보다보니까정되는것같은데。それに。벌써나와있네。意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合い入ってるぜ。그러게。なるほど。道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと。頼りにしてるぜ。さあ、行くぞ。すぐ倒れんじゃねえぞ。さあ、行きますか。よし。やるか。はっ。あたちと飲むって使えやぜ。一緒にやる。おう、ビビってんのか。やろうぜ。相手してあげる。왜저런공격을하는거야무섭게경쟁이있대오라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 지혜오르다간만에아다치私の出番ね。腰抜きやろうが。이공격도괜찮은데。調子がいいぜ。ぶちかます。ほら。はい。また成長しちゃった。올라가봅시다てめえ誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。셔츠무늬가되게다양하네。다달라。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ。仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。おお。富澤は勇敢なんて。よく言ったぜ、シャラクセ。俺たちの恐ろしさ思い出させてやろう。やっぱりやるのかこの野郎。やっぱり私の出番ね。そいつか。よし、行くぜ行くぜ行くぜ。おう、좀징그럽지만해보게됐으니까됐지。吸収が早いのよね。じゃあじゃあ。생각이로복잡네。아유또있어。ヤクザ패션보는것도재밌네。どうなるかわかんない。かかってきて。よし。そいつか。이번에는좀등발이좀있다。調子がいいぜ。富澤。ほら。もらって。本気出せよ。わ、う、あ、う、お、う、お、あ。やるのかい。こっち見ろや。よそ見すんな。やるか。キャンペーン行きたい。コンビでって、デイジャラコ。決まりだ。何？来ない。うそ。ちょっと待って。ふっ、ジュラス。いつでも。おお。ちょっと目あにゃ。私の出番ね。これどうぞ。行くぜ行くぜ。どりゃ。おお。また強くなっちまった。富澤は勇敢했어。가는길이너무멀고험하다。
나님이 길을 잃었어. 여기 어디요? 이건 또 뭐래? 야. 생일 축하하다가. 싸우는 건 좋은데 뭔가 불쌍해. 생일인데. 주장뱅이가 됩니다고? 주권인가? 야시. 생일빵이다 이 자식아. 오. 얘들은 좀 앉아 있네. 급이 높은가 보다. 자, 이기마스카. 야시. 야치마카. 생일. 조시가 이제. 이즈데모도. 시야. 私も。おお、大丈夫か。私の出番ね。レベルピックアップタイムか。行くぜ行くぜ。あんたかわいいや。ハッハッ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 。ハたちかった。人生これ成長。もうやまいばね。もう十分仕事できるね。開いたぜ。ラザニー。なあ、バチャ。おい。キルを얻었으니가볼까。그냥열어도되는데발로차서。なにここ。潰れかけのキャバレーつうか。アダチさん、ナンバ。あいつが病だ。そうらしいな。まあしかしなんつうパスウェイ感だよ。おっちそ。よくここまで来たな。おっちそ。ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや。富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。옛날의富澤가아니라고。それとも俺が舐められてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。그럼성장했다고。キリュウさんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、ガを通してならどうするかくらい分かってんだろう。옆에여자들무서워。
オタくんとかいい教育方針でやってるみてえだな。キリュウの腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ロリアナホスティス。放っておいてよ。どうよ、あんなの。意地悪。それが悪くない。カツ。ほら。なりゃ。仕上げとってかくまい。おお。かぼした。도장 깨기 이번엔 너다 호스테스に囲まれてお出迎えか。余裕シャクシャクだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。覚悟。그래도나도레벨은많이있다고나쁘지않지조이대대로덥세야지もらった。やうあうおうおあ。ふんなふんな。こいつだ。パッキブな。腰抜きやろうが。ふん。キャンプに行きたい。あ、여자도응원하고있어。농구경기가아니라고ちょっとそろそろ本気出してよ。親父、いやー、チコンだ。そうだね、たまには本気出す。予想外だ。やばい、たくさん。キリュウに期待してたんだけどな。뭐좀먹어야되고물아리가도요아리가도요미쳤다랍군하오이것도괜찮은데이런거하지마시끄러아래야르고오케이뭐또시댑또개가쓰르데얼마안남았다그래신개념액션ここで終わっちゃったいね。気に入ったぜ、お前ら。早く来いや。あ、気が乗らないな。バカ、どうか。バカ、다시한번。覚悟。이따가마무리하면은오역시좋은공격이었어마다성장시켰다마다強くなっちまった이게나의신고쪼요俺もまだ若い一杯やりたい気持ち大人の渋みが出てきたぜ챙길애들많아
もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする？ん？なあ？俺が力ずくで聞き出しますよ、ヤマイ。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんて遠の昔に捨ててるよ。キリちゃん、ボルゴンな。どうした、手に持ってんのは飾りか？やめな、キリュウさんって人なら無事だよ。にゃ、おい、おもに。でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。くるげ、はあ、いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。大きな声出すな、寝返しといてやれ。あんたら、キリュウさんを見てくれてたのか。くるげ、組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病が運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キリュウさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのよ。マロンです。그러니까。うん、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。ツンデレ、ヤマイ。ヤマイ、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。왜놀리는거야。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが。그냥따라한거야。そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできるや、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょう。連中が狙ってんだ。勢力を높이려면어쩔수없지。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が
真の支配者でラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだね。富沢の件にしろ桐生の件にしろ、うんうん、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの件からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたら、ウエロ괜찮은데、さっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ええ、ヤマイ、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを、ありがとう。手当てしてくれてありがとうございます。은혜는갚는다고。恩に切る。死体の首取ったって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。멋진사나이라니。ああ、まったくだ。어제의적이오늘의친구가되는구만。私は桐生一馬の家族です。ごめんが、おじさん、おじさん、죽기전에주마등아니겠지。家は、お前家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前孤児院にいたのか。じゃあお前、いたぞあのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。いろいろ표현잘했는데。手出すな。キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日、벽도안먹고。다모였당。아유부담스러워。관심집중。何があった。ヤマイと手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。アカネは、그래도ハワイ오래살았으니까어딘가몸을숨기게됐지。キリュウさんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、キリュウさん。キリュウさん、私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか。あなたには無理です。何、うん、日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば
畜生条件で春日さんたちの足手まといになります。私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない、うんうん、結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。할말을해야지그래도それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥、キリュウさんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ大人たちの欲望に翻弄され続けた、うん、キリュウさんが守っていなかったらきっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。キリュウさんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。그건그래。もうその辺で。キリュウさん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします、うん、俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、キリュウさん。キリュウ일본가야돼。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？キリュウさんがですか？늙었죠。自分でも今初めて気づいた。이성과달라。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。1番本人とトカトカで間に合った。상환자야세상에アカネさんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。이노이집안이오시라세시마세요。전화한통이면되니까。안녕。오카라다大事にしてください。またな、一番。南波の오자마자가야돼。ああ、いやちょっと待った、一ついいか。불쌍하구만。お前ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのかこの野郎。そんなんじゃねえって。おお、いいとんかっこ。ママ下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、ちいちゃん。たく。ちっちゃんにとなんね。せっかくハワイに来てくれたのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃあ、頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。
난방에 오자마자 가는구만. 도지마의 류에 아토를 託されちゃった. 일본에서도 뭔가 일이 있겠지. 責任 중대다네. 1번. 네. けど、やってみせるさ。グラングラン。マトゥンイルンダヘネジ。それで、何かアカネさんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだってアカネさんからメッセージが来るかもしれねえんだ。アカネさんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。うーん、じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。正面突破인가。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。ブライスを바로잡으면안되나。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。まじゃ。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。아무도없나。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。まっちゃん、前来た時は子供たちが遊んでた。뭔가낌새를눈치챘나봐。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより。俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。ちっちゃん、よくそう전화했었는데、그건뭐지。根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ、カズが。変化があるってのはいい兆候だ。うん、긍정적인아다치。かもな。行こうぜ。계십니까? And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. 아, 브라이스? 이렇게 바로. 島に戻るって言ってなかったか? まだこんなとこにいたのかよ。 얘기가어떻게흘러가는거지?ようこそ、カズナさん。またお会いできて嬉しいです。저이상한칼은뭐야?この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割に、ボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トウの話はやっぱり本当なのか？正面突破だ。あんたその子たちに何をするつもりだ？They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. 애들은 방에 들어가.
哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか、人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。クロニカ、傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス、사람화나게하는화법이네. Heretics be gone. 이상한오타쿠같은데. 私の出番ね。おう。ほら来いよ。いい覚醒ごま。おうよ。踊ってくださる？喜んで。하지만나도레벨업을착착했다고배경음악도신경많이썼는데저오타쿠같은검사레이저앞에서아무소용도없지. 黙らせてやる。 そんなもんかよ。 全力で行くよ。 키를 짱 없이도 열심히 해내고 있다고?調子がいいぜ。何？来ない。行くぜ。ほら、粘りさ。じゃあ平次がまね。Give up and die。신적의교육은잘시켰네. 맡아서 이제. 신의 오르다. 헤이즈. 그만 쉬라고. 갈날아간다.吸収が早いのに、また成長しちゃった。また強くなっちまった。じゃあじゃあ。ブライスの어디갔어그러고보니。ブライスにはもう追いつけねえか。セネディ뒤에있다。なんだこれは。あ、デイナ、カロン。얘네몰랐던건가？カスガさん。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから、受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのはめったにないことなので、
私たちも珍しいなとは思ったのですが。ちょいちょい잘숨겼구나。で帰ってきてみたらこの有様か。ええ。春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。그렇지、믿을수가없지。やっぱりそうですよね。いや。俺はきっとそんなことだろうって。평생을믿었을デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて茜さんの命を狙ってるだなんて。ブライスの神秘的人物だな。デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。あっかく전사들을보면되지않나。ガンジョとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、うん、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。なんか짚히는게있나봐。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生そこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。これも不尊いね、完全に。事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。え、だって성형수술이라니。声を変えることは手術でも難しいと聞きます。그러게、その声は間違いなく목소리성형은없잖아。私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはクロクナギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。일단있어야지뭐。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だか
わからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。할건해야지뭐어쩔수없이。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた京都や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。꽤나많이가네。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが道島の竜に任された仕事だ。너무임무가막중해。ああ。でもやり遂げりゃ、いろんな人たちを助けられる。어머니찾는일에서。悪い話じゃねえさ。